子です。本日はこの秋おすすめのアニメーション映画をご紹介します。映画、ドラマと実写化され日本中に感動を呼び起こしたあの傑作小説頑張っていきまっしょいがアニメ化。自分はちっぽけで何もできないと思っていた主人公のエツネーが、ボートってしんどいだけじゃん、やる意味なくない？4人のボート仲間と出会う。お願い、ボートも入って。やだよ、姫はいいけどね。私も入る。私も入部しますわ。この作品の魅力は女子高生たちのリアルな心情が描かれているところ。誰もが悩むけどそれは前に進んでるってことなのですごく大切。バラバラだった5人がボートの魅力にのめり込んでいく。私たちなら勝てる。すがすがしくてまっすぐな彼女たちのことを私と一緒に応援しよう。最高、頑張っていきまーしょい、しょい。